シナパッチはスパーマックテクノロジーズの一事業部であるスパーマッチが開発したビデオコーデック。1992年に Apple コンピューターのクイックタイムの一部としてリリースされた。1倍速の CD-ROM の転送速度で 320x240 ピクセルの解像度のビデオをエンコードできるように設計された。このコーデックは1993年に Windows へ移植された。 また、あたりジャガー CD、メガ CD、セガサターン、サンドゥーといった1990年代に発売された CD-ROM を搭載する家庭用ゲーム機でも利用できた。これは初期のクイックタイムやマイクロソフトのビデオ 4Windows で主力のビデオコーデックであったが、1990年代後半にはリアルビデオや MPEG-1 やソレンソンビデオやインデオビデオとって変わられ、 2000年初頭以後は MPEG-4 や WMV にとって変わられた。しかしながらシナパッチで圧縮されたムービーはほとんどのムービー再生ソフトでまだ一般的に再生可能である。シナパッチはほとんどのコーデックが利用している DCT アルゴリズムとは全く異なるベクトル量子化アルゴリズムを採用している。比較的低速な CPU で実行できたが ビットレートを落とすと、ブロックノイズが生じる傾向があり、フルモーションビデオゲームで批判を浴びた。シナパッチは、ムービーをキーイメージとイントラコードイメージに分割する。各イメージは、キーイメージ内に転送される独立した256色のカラーパレットを持つ、たくさんの水平な帯で分割され、それぞれの帯は 4X4 ピクセルのブロックで細分化される。 圧縮プログラムは各ブロックにベストマッチする一つから二つの帯のパレットカラーを決定するために、ベクトル量子化アルゴリズムを使用し、1カラーバイト、または2カラーバイトのいずれかに加え、どのピクセルがどの色になるのかを決める16ビットのベクタで、ブロックの連続をエンコードする。イントラコードのフレームに対するキーのレートを調整した上、各ブロックとブロックのランレングスで防げなかったエラーを、 調整し、狭い範囲内で、データレートが制御される。このコーデックの名前は以前はコンドビダオであり、フォークック識別紙がクビットであるのはこのためである。ありがとうございます。